新潟の人よろしくお願いします。続きまして本日のメインイベントを行います。青コーナーよりグレイトタム、カズとスーパーブーベイダー組の入場です。さあ青コーナーサイドから3人出てきますけれども、はい、ちょっとこのおどろおどろしいというかですね、ものものしいというか、ね、ちょっと不穏な音が流れてきてますが、さあ出てきました。さあその中出てきましたよ。先頭はカズト。ちょっとびっくりしましたね。さあそしてグレートダム。最後に季節外れのスイカのマックスがスーパーブーベイダー。スーパーブーベイダー。それごときでビビんないでください。なんなんですかね。はい。さあ見るからに悪そうなこの3人ですね。質持ってきてますよ。はい。ちょっとどう形容したらいいのか分かんないんですけれども、この3人は全て OB ですか？ OB です。 OB ですか？3人とも OB。 はい、いい年こではございません。いい年こいたおっさんが3人ともですね、すいません、ちょっと危ないですよ、危ないです。試合リングに上がってください早く。さあまずは一つの体の大きいスーパーブーベイダー。はい、そしておっとちょっと怪しいですね、このマスクマン。グレートタム、そしてタム、そしてカズト選手リングインしました。興味サンバイザーとかつけてると少ないんですけどね。そうですね、はい。赤コーナーより達八郎、ジャパネット田中、デストラデイ組の入場です。さあ一方の赤コーナーサイドから出てくる3人、はい、出てきますよ。はい、達八郎、ジャパネット田中、そしてデストラで、はい、ちなみにこのチームの OB2 人、はい、OB2 人達八郎のみが現役となっております、はい、なるほど。じゃあ達八郎の頑張りもですね、ちょっと注目でございます ね。さあ出てきました、あれが達八郎。達八郎、さあ現学生3年生、はい、そして学生のタッグチャンピオン、タッグチャンピオン、そして、はい、ただいまより本日のメインイベント6メンタッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー身長体重不明、グレイトタム。スカルモンスターグレイトタム、172センチ73キロ、カズト。ミスターエゴイストカズト、180センチ120キロ、スーパーブーベイダー。高低肥満選手スーパーブーベイダー。赤コーナー170センチ62キロ、 K2WF タッグチャンピオン、タツハチロ。お楽しみは俺からだ、タツハチロ。175センチ85キロ、ジャパネット田中。金利手数料手加減なし、ジャパネット田中。176センチ60キロ、グレイテスト系クラブにてヘビー級チャンピオン、デストラデー。襲撃速射砲デストラデー。レフリーアデランスカシワギ。さあ思い思いの3人が、3人6人ですか、ですね、はい、出てきましたね。いやーリング上が狭く見えますね。そしてレフリーは、アデランス柏木ということで、彼は学生ですか？学生なんです、ね、学生ですか。ちょっと髪がですね柔らかめの猫っ毛してますね。今後が不安です。はい、来年から晴れて、はい、社会人1年。なるほど。ということですよ、これからどんどん髪型がなくなっていくんですね。まあそうですね、社会に揉まれ、一説によれば、はい、リアップ買ってもらったみたいなことがありますので、そうですね、はい、買ってるらしいですけど、ね、なるほど。全然リアップ効果ねえじゃん。さあ始まりました、本日のメインイベント、スペシャル6メンタッグマッチ60分一本勝負。青コーナーが
グレイト・タム・カズト・スーパームービーダーの3人、そして赤コーナーが勝八郎・ジャパネット・田中・デストラでの3人でございます。本日最後の試合を楽しんでください。盛り上がっていきましょう。さあ、先発を勝ってたのは青コーナーがカズト、そして赤コーナーがジャパネット・田中、この2人はどちらも OB ですね。そうですね、どちらも OB。 はい、どっちもあの上半身服着てるんで分かりにくいですけど、あの色が白い方がジャパンの中ですね。白いですね、確かに、はい、あの T シャツ焼けといいますか、タンクトップ焼けといいますかね、すごい色白がジャパンの田中、そして、黒い方ですね。さあ、ちょっと決めてくださいよ。今決まらなかった方がカット。カット。はい、どちらも OB ですね、これは。昔ですね、カズトが1年生の時には3年生がジャパネットの中ということで、この2人は学生時代からですね、本当に仲が悪いです。仲が悪いんですか。はい、本当に仲が悪いです。はい、本当に仲が悪いです。本当になんですね。大事なことなのに2回言いました。本当に仲が悪いです。わかりました。はい、おっと、さあ、ここも、はい、意外とお客さんも付き合ってくれます ね。 そうですね、カズトでしょ。ありがたいですね。おなじみの、うん、はい。さあ、そして青コーナーはカズトからグレートタムにタッチ、そして赤コーナーが出てまいりました。はい、今頂点に立った男ですので、この2人はですね、先日の中洲祭り大会におきまして、ね、10月29日、はい、デストラデーが持っているベルトにグレートタムが挑戦したキングのマッチを戦った中ですね、はい、いや壮絶な試合であったんですけれども、はい、ここはやはりチャンピオンの方が1枚も2枚も上手だったのか、ね、デストラデーが防衛するといった結果に終わりましたが、さあ、その時の試合と同じような流れですね、このグラウンドの攻防ですね。そうですね、まあ、グレートタムもデストラでもグラウンドが非常に得意な2人でございます。そうですね、ただあのデストラではですね、格好を見たら分かります通り、昔の UWF とか総合格闘技、あっちの方がですね、得意としている選手でございまして、そうですね、でグレートタムは見てあのマスクマンということで、はい、非常にミステリアス、はい、身長体重も不明ということで、そろそろ測ってきてほしいですけどね。測ってても言わないですね。はい、やはりそこら辺からミステリアスさを押し出している、ね、一つだけ分かっているのはグレートタムは非常に滑舌が悪いので、滑舌が悪い、何言ってるか全然分かんないですよね。そこは分かるんですね。はい、さあ、そしてこれはあった、はい、膝を固めていきますね。やはりこういったところ、デストラでの異名としては KWF 氏のトコ上手と言われておりますから、いえ、喜んでいいのか悪いのか、はい、微妙な、まあ、本人まんざらでもない顔しますからね。まんざらでもないんですか。はい、さあ、ここグラウンドの攻防でですね、やはりデストラデーの方がちょっと1枚も2枚も上手なところがしかしですよ、あるんですけども、いやー、反則などですよ、ね、顔面をかきむしっていく、こういうこともしますからね。はい、しかしね、今のもですね、はい、急所攻撃だったんですか。倒れると見せかけての急所攻撃ですから ね、悪いことしますね。さあ、出てきました。さあ、青コーナーはこのおそらくこの会場で一番体が大きい男、スーパームービーだ。はい、そして赤コーナーは唯一学生、辰八郎。さあ、ぜひとも頑張ってほしいですね。さあ、自分からタックル仕掛ける、なんか壁に向かっていくみたいな感じでね。頑張ってほしいけども、頑張ってほしいけども、おっと、おっと、はい、どうですか。やはりこの体が大きい人はですね、ちょこまか動かれるともう全然無理と、膝にくる。はい、そしてスーパーブーベイダーもですね、はい、このプロレス研究部とともに年を取っているところが、はい、ありますので、非常にですね、OB としてのキャリアも長い、そうですね、はい、デスラーなんですが、何を思ったのかですね、はい、この11月の後半の寒空にですよ、はい、スイカですよ、スイカ、スイカですよ、はい、なんでスイカなんですか。季節感が全くないですね。もうちょっと季節的なものにしようと考えたりしないですかね、はい、さあ、そしてこれ、どうかー、軽々と投げていくスーパーブーベイダー。これも第1試合から、はい、みんな使ってるボディスラムなんですけどね、はい、やっぱり使い手が違うと全然迫力も違いますね。別の技に見えますね、はい。さあ、これは2発目も、うわーっと高い。いやー、辰八郎も若干ですね、体は小さい方なので、そうですね、この辺り厳しいんじゃないでしょうかね。そう、辰八郎の背中今真っ赤になってたんですね。しかしここもホール、悪いことしますね、このスーパーブーベイダーも、ね、学生に対して悪いことしますね。本当いい年こいた大人がですね。そうですね。
中身はただの広島県民ですからね。広島県民なんですか。なのであの今年セ・リーグはカープ優勝したの で、 そうです、ね、非常に喜んでたんですけれども、絶好調。ちょっと日本シリーズですね、負けちゃったということで、なるほど。その時あの食事が喉を通らなかったというですね。いいんですかね、意外とあんな大きな体を支える食事をですね、はい、意外と ね、 ね、あのナイーブな心を持っているですね、スーパーブーベイラー。やはりでもプロレスラーみんな、はい、意外とそうなんですよ、そういう年はありますよね、まあ、特にあのスーパーブーベイラーは乙女座ですからね。乙女座なんですね、はい。さあ出てきましたカズト、こいつもですね、はい、悪いんですよ。悪いんです、はい、こいつも悪いんですか。こいつ悪いですよ本当。みんな悪いじゃないですか、はい、で出てきました滑舌が悪い男、グレートタマ、はい、もうグレートタマ滑舌が悪いです。 あの人は滑舌が悪いですか、はい、みんなどこかしらが悪いですよね、はい、といったところでさあ、しかしここもちょっとですね、やはりこういったところ試合の流れでしょうかね、辰八郎がちょっと捕まってますね。しまいますね。いやしかしここも OB 連携を見せていきます。はい、5分経過、さああっという間の5分ですよ。あっという間の5分、辰八郎がやられてるだけの5分で、そうでしたね、はい、しまいましたが、さあここは学生、唯一の学生ということで頑張ってほしいね、辰八郎。さあ、いやー強烈な一撃グレイタム、なんちゅう音ですか今の、パチンって、あああ、ならないんですね、2発目はならないんですね、ちょっと期待したのに、ね、さあそしてまたスーパーブーベイラーを出すというですね、タッチ八郎では拷問のようなこと、青コーナーですね、はい、タッチワークというんでしょうか、いいですね、あのコンビネーションが非常にいいです ね、 ね、やはり攻めても疲れるものは疲れる、はい、交代交代ですね、はい、さあこれは、あーっと、広島名物もみじゅうち、さあ広島名物のもみじゅうち、いやこの11月紅葉の季節が近づいてまいりましたからね、神妙な攻撃の名前が、これからですね、あの街中ではですね、やはりもみじの感じの色がですね見えてくる、しかしながら一足早く辰八郎の背中にもみじの花が咲くということでね、なかなか風流な言い方しますが、はい、さあ、いや痛いですね、バーッと、あれ痛いんですね、はい、あの微妙にですね、はい、音が鳴り響かないところが余計に痛いんですね、はい、さあちょっとやめてあげてください、酷なこと言うのやめてください、無情ですね、はい、あのもう一回って聞いた瞬間の辰八郎本当に嫌な顔しましたからね。さあ次は胸ですか、ああいや、やめた方がいいですね、あれは痛いですね、ああいうですね、はい、音が鳴らない攻撃が一番痛いという、そうですよね、決まりなんですね、ちょっと待ってください、ちょっとですね、青コーナーマット剥がしてますよ、はいはいはい、いいですか、青コーナーマット剥がしちゃった、さあレフリーは、レフリーは赤コーナーを注意して、はい、あー、うーん、さあそしてもう一度、おいレフリー、お前見ただろ今、あお前2度見か3度見しただろ今、いやー役者ですね、ですね、はい、見て見ぬふりするってね、見て見ぬふりするな、お前の髪型だけにしてくれってことでね、あの顔がもうちょっとイラつきますね、はい、イラつくね、おーっと、これはフラップジャック、ワン、ツー、サカセ、はい、本当にあのこれ辰八郎出すぎてデスタロデーとかですね、風邪ひかないか心配ですね、寒いですからね、はい、このリング上で一番布面積が少ないですからね、うん、はい、さあさあグレートムの逆水平、いい音がしますよ、はい、おっと、さあここは辰八郎、おいいですね、伝統を交えた、いやーらしい、らしさ全開の攻撃、はい、さあようやくタッチ出てきました、出てきました、金利手数料手加減なし、元気いっぱいジャパネット、ドアラックス、いやバネは健在ですね、そうですね、さあそしてこれはノーザンライト、さあワン、さあ綺麗に、いやあのジャパネット田中ですね、移設よりは柔軟剤を飲んでいるような感じのことを言ってたので、非常にバネがいいですし、はい、体が柔らかい、うーここも、なんですかあの体の柔らかさ、まだ終わりませんでした、そのままロック、はい、さあこのジャパネット田中はですね、はい、西陣で仕事をしているので、西陣で仕事、はい、近いですね、ここはホームグラウンドですからね、そうですね、やはりお客さんの、そうですね、歓声は温かいんじゃないですか、はい、ちなみに西陣で花屋を経営しております、なんで花屋なんですか、ね、はい、花屋の服装じゃないですよね、やっぱりあの色の白さが花屋みたいなところあるんですかね、なるほどなるほど、屋内で、はい、さあこれ、あーっと、それはプロレス研究部の備品です、い
でもやめてくださいね、はい、一瞬ですね、はい、西南学院大学の椅子かと思ってちょっとびっくりしたんですけど、はい、うちの備品なんで壊れても大丈夫なんですからね、壊れたら部品がかさむからです ね、 そうですね。さあこれは何でしょうか。ブレーンバスター。さあブレーンバスター。さ あ、 あ、はい、さあこの九州産業大学プロレス研究部のあのお約束ですね。お約束、技を言ったら技をされるという。そうですね、はい、お丸め、こんで、しかし返す、はい。さあ、そしてこれはラーマー、わからなかった。ワン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 で返す。ジャパネット田中がわからなかった。10分経過、10分経過。さあ試合早くも10分、はい。さあこのあたりですね、やはり OB ということでですね、体力にいささか心配ですね。そうですね、はい。さあそしてドーン。さあ切れましたよ。おっと、ちょっと待ってください。これはちょっと待ってください、はい、お客さん危険ですよ。お客さん危険です、離れてください。なるべく椅子から離れてください。椅子から離れてください。怪我をしちゃいます。いうえ、飛んだ、飛んでいった。ジャパネット田中のフランチャー。そしてしかし2発目ピンクのグレイトダウン。さあカズトもいきますか。そして一番痛かったのはセコンドですね。そうですね、はい、あの1年生大変ですよ、はい、学生が一番痛かった。そうですね、はい、大変でした。さあてなわけで、はい、流れをつかんだ青コーナー、ジャパネット田中。あっ、青と、これはジャパネット田中からの名刺ですね、はい、花と雑貨のお店ブラウンマーケット。 ありがとうございます。福岡市早良区西陣5丁目13の12度なるほど、経営しているということで。なるほど、こんな時にあの店の宣伝するのやめてください。本当名刺を配ってもらってますけどもね、はい、さあリング上ですね、またもや立つ八郎ですよ。あーまた立つ八郎、はい、今日はあのデストラデー全然見てないですね。そうですね、確かに、はい、デストラデーはあの今日この日のために熊本からわざわざ来たんですけどね。なるほど、いやしかしそうだ、我慢しくわー、さっとくやっちゃいけないパワーボム、早速飛び出しました、はい、怒りましたね、デストラデーがね、一発繰り出してデストラデー頑張れと、はい、そして出てきたデストラデー、はい、俺に任せろと言わんばかりですね、はい、熊本で居酒屋を経営してますからね。なるほど、うわぁ垂直落下ですよ、ちょっと今落としちゃいけない角度で、おいリアクションが派手だな、おい。そうですね、イラつきますね。はい、イラつくね、あのレフリーね。さあ、おっと、先頭。まあ、こうやってレフリーがいろいろ動くことによってですね、はい、レフリーが汗かいてきてですね、はい、もう髪がのソフトアンドウェットですよね。ああ、やっちゃいけないことをやってます、ね。はい、わーっと、これは。この技も、はい、えげつなくないですか。はい、プロえげつなく。さあ、3発目のターバン、セブンステップ。おいレフリー、お前は飛びすぎだろ今。レフリーが一番飛んでますね。ここぞとばかりにお前目立とうとしたね。さあ今ブラウンマーケットのジャーマンスープレックスでしたね。そうですね、あ違いました、ジャパネット田中でした。ああそうです、はい、そうです。さあフィニッシュ知らないということで出ますか。まさか、あ出ませんでした。バザメを言ったからね。おはっと、しかしここもグレーためのその場所の側頭部に、側頭部に持っていく。そして出てきたスーパーブーベイダー。休憩して、はい、ちょっと元気いっぱいですよ。元気いっぱいですからね、さあこれはおっと、うん、すごい、すごいパワーだ、俵返し。投げましたよ。いやー今すごいパワーでしたね。そうですね、はい、ただですね、うわー、ここも重い。スーパーブーベイダー経理なんですよね、仕事が。経理なんですか。事務職なんでね、パワーが全く必要ない皆さんですね、はい、あの仕事と体格が似つかわしくなさすぎてますよね、はいはい、この反比例する感じがたまんないですね。花屋対経理ですよね、はい、何してるんですかね、はい、とても格闘技をするとは思えない職種ですよ ね、 すね。さあこれはおっと2人がかりでいきますか。あ2人がかりでスーパーメを投げるのか、はい、おっと、うわぁ、すごいパワーだ。投げていった、さすが経理の力。しかし経理、会社を動かしているのは経理ですからね、はい、さあそして出てきましたグレートタム。さあそして、はい、次はどんな技
見ることができるんで、はい、おーシャイニングウィザードですね。シャイニングウィザード、そして首をかっきりジェスチャー見せましたよ、はい、ということはさあグレイタムのフィニッシュ、はい、ホールド出ますよ。きますか、こういう技出るか、 GTO GTO が、さあしかしここはなんとカットに行きました、はい、さあお互いのコーナーですね、得意技出してきましたね、出してきますよ、試合が動いてきましたよ。おお、なんだこれはグレイタム、さあこの体勢はまさか、まさか行くのか、まブルーディストリーゲッツナイタッと、なんだかわからないゲッツナイ、カズトが史上を込めました。うわーわーでーカット、いやーカズトはですね、ジャパネット田中に対する打撃だけは本気で入れますからね。なるほど、はい、嫌いなんですよね、史上を込めましたね、仲が悪い、はい、さあそしてここまでで来てですね、まあ、いいところがない田田八郎、ここはですね学生の意思として頑張ってほしいね、なんとか頑張ってほしいです、はい、しかしグレイトタムもここも刀そのまま、これはうまく体を動かしましたね、うまくずらしましたけれども、はい、しかしグレイトもすかさず、さあ終わった、ここもキック、いいですね、特撮ヒーローみたいな感じですね、はい、でしたね、しかしここもグレイトタム負けじと、さあ引かないでほしい田田八郎、終わった、ここも引かない、いや、いい乾いた、いい音が、ちなみに、はい、この2人の関係で田田八郎が1年生の頃、グレイトタムは4年生でしたね、なるほど、ではですね、成長した姿を見せるような形ですね、そうですね、大先輩に対してこの姿、はい、先輩、ことが俺ここまで頑張ったよみたいな、そうです、さあ、持ち上げさあさあさあ、どうするか、どうするか、おっとーホール、はい、ワン、ツー、おー、なんとか返したグレイトタム、ちょっと今、ザ・ワールドになりましたね、そうですね、時が止まったね、ほんとね、さあ、照準決めてバーッと膝ですか、いいですね、膝、なあ、しかしグレイトもまだ返せ、膝は人体で一番硬いところですからね、そうですね、はい、骨がもうむき出しですからね、はい、さあ、タツ八郎チャンスですよ、ここは頑張って畳みかけてほしい、おー、おー、しかし逆に持ち上げたグレイト、一発返してきた、はい、ここら辺ですね、体格の差がちょっと出ましたね、そうですね、はい、さあそしてこれはこれはファイヤーマンに、おーっと裏 CTO、 まさかここで出していった、裏が、まあ、つまり、はい、背中と前が逆してるんですね、そうです、逆です、さあそしてカラーの、そしてそしてこれは、そしてはい、うわー、わーっとした、逃げ場がない、はい、あ、ワン、ツー、返した、いやー、タツアチロ頑張ります、いやー、はい、返していきました、大技入り乱れてきましたけれども、さあさあさあ、これはグレートタムがチャンスと見合う、しかしながら、さあこれはおーっとティスティーノ、なんとこの一番です、さあそしてさあさあ、ここで分断ですよ、はい、ここでちゃんとですね、分断してですね、相手が入らないようにする、あ、カズさん、試合中です、観客のお客さんと話すのやめてください、さあ、ハセリング長では、はい、エグスライドラゴンズのブラックスでは、セーフ、さあ、カウントは2ですね、はい、ブラウンマーケットのドラゴンスープレックスですね、ジャパネットの中、ジャパネットの中でした、はい、見せ目がね、はい、じゃあジャパネット田中のブラウンマーケットとしてこれ、ね、技名全部、そしたら、はい、そしたらね、はい、分かりやすいですね、っていう、はい、ここも勝負どころですか、はい、さあタムが若干ちょっと大丈夫でしょうか、これは先ほどから技食らってます、これは自分の膝を当てつけていく、さあして出てきたスーパームービーダー120キロ、この時間帯のスーパームービーダー怖いですよ、はい、怖いですね、ドア人間が回ってはいけない角度で回りました、いやあの胸板から、はい、パワーが、いやー今すごい ね、 されましたね、ジャパネット田中がシルクロソレイユみたいになりましたね、そうですね、わしかしそれの負けじちょジャパネットが切れた、ジャパネットが切れた、さあそしてこれいくか、ジャパネットのシラウェイ、ここで一つシラウェイ、
さあそしてデストラで、はい、チャンピオンが出てきました。決めるのかチャンピオン。さあ、おっと、うわー、いった、ワンワン、セーフェクス、おー、いやー、スーパーブービーダー投げていきましたよ。おー、さあそして最後はタッツ8に任せますか。タッツ8、さあ、ザ・デスティナーに発明、おー、ワン、セーフ、セーフ、決まった。20分22秒、勝者、タッツ8郎。いやー、最後ですね、OB の得意技2つをサポートさせて、最後はなんと現役の達八郎が勝利です。決めてきましたね。さあ、ジャパネット田中の白根、そしてデスタラでのジャーマンスープレックスソード、最後は達八郎のデスティナで決めました。畳にかけましたね。お会場の皆さん、ご観戦ありがとうございました。ありがとうございました。見ての通り、僕たち正直プロレス研究部にはこのプロレスの試合しかありません。だからこうやって多くの人に見ていただけることにとても感謝しています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、この西南大会は結構うちととっても関わりが深くて、毎年のようにやらさせていただいております。今年もまた縁があって呼んでいただいて本当にありがとうございます。また来年よろしければ、僕たち全然やる気です。やる気満々です。もうやる気、今年の10倍20倍いや100倍ぐらいで望む覚悟はあります。なので来年もしよかったら1日と言わず2日お願いします。ぶち上げましたね、達八郎、ぶち上げました。それではちょっと長くなりましたけど、恒例プロレス研究部恒例の1日3ダーでこの大会を締めたいと思います。はい、会社の皆さん、ぜひ一緒にやってください。ご着席が、あ、すいません、ご起立お願いします。皆さんお願いします。お願いします。最後に1日3ダーで一つになりましょう。いいですか、一回しかやりません。いくぞー、1、2、3、ありがとうございました。本日はたくさんのご来場誠にありがとうございました。ありがとうございました。そして本日のこの西南大会を開催するにあたりまして、はい、関係各所の皆様方、西南大学の実行委員の皆様方、本当にありがとうございます。ありがとうございました。我々九州産業大学プロレス研究部、来年もぜひですね、はい、ここ西南大学で試合をしたいので、はい、1日とは言わず、はい、2日、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いいたします。そして今後の試合のスケジュールを発表しましょう。4日後は流通センター祭りにて、箱崎の流通センターにて行われるですね、はい、お祭りにてですね、はい、流通センター祭り大会2016、はい、行いたいと思います。11月の23日祝日ですね、はいはい、祝日に、東区の流通センター、はい、田の津にあります流通センターにて、我々プロレス研究部試合を行いますので、お時間のある方、プロレスに興味のある方、暇な方、ぜひですねよろしくお願いします。はい、お越しいただければと思います。はい、またですね、はい、今スタッフの方がアンケートの方を開始しております、はい、ぜひですね、アンケート書かれた方はスタッフにお渡しいただければと思います。はい、はい、お願いいたします。また選手に対しての写真撮影などもね、はい、どしどし応募しておりますので、はい、気軽にお声をかけてくださると、はい、選手も喜びますね。はい、それでは最後になりましたが、はい、最後までのご観戦